はい、皆さんこんにちは、アポロンです。はい、今回はですね、モンスターファームの新作でいいのかな、リメイクっていうべきかのですね、新情報がまた出てきたので、それについて語っていきたいなと思います。はい、で今回はね、ファミ通さんの方で、情報が出てきたということで、それに書いてあった情報をもとに語っていきたいなと思います。ということでね、いくつか情報が出てきました。まず一つ目がですね、発売されるゲームの機種なんですけど、iOS と Android、 そして Switch を3つということで、まず思ったんですけど、 PS4 では売らんのかいっていうちょっとね、謎の展開なんですよね。いや、もともとね、このモンスターファームっていうのは PS1 で発売されたので、なんでPS がはぶられたのかわからないんですけど、はい、そういうことみたいです。そして次がですね、モンスターの再生方法。これは以前から疑問だった点なんですけど、当然ね、アプリとかだと CD 再生はできないわけでね、謎だったんですけど、どうやら独自のデータベースから CD を、CD 名を検索して再生するみたいですね。で、ファミ通によると、最新の曲でレアモンスターが出現するかもしれないと書かれているので、だから、現在の曲も含む、CD 名を検索できるということになるんですかね。はい。まあそんな感じで書いてありました。だから多分、なんだろう、CD 名打って、それからモンスターが出てくるっていうことなのかな。ここら辺はちょっとやってみないとわからないですね。はい。で、この感じだったらね、ちょっとプラスアルファで新モンスターもいていい気がするんですけど、そこは書かれていなかったので、多分、おそらくね、モンスターの種類は増えていないのかなという感じで、はい、僕は思いましたね。そして次のこれが多分目玉の新機能だと思うんですけど、全国のブリーダーが育てたモンスターをダウンロードして自分のモンスターとバトルできるという、はい、機能が追加されるみたいなんで、これはめっちゃ嬉しいですよね。まあベストはね、ベストはリアルタイムを含む対戦だったんですけど、全然ね、今までのことを考えたら、今までのね、環境のことを考えたら、ね、他の人のモンスターをダウンロードして戦えるっていうのは相当いい機能じゃないかなと思いました。これはかなり大きいですね。だから結構このね、新作というかリメイク版をね、買う理由にはなると僕は思いますね。はい。ただやっぱり PS4 でもね、売ってほしかったと思うんですけど、これは今後も追加されることもあるのかなという感じで、やっぱりね、スイッチとか持ってないっていう方もいると思うんで、でアプリでやりたくないっていう人もいると思うんですね。そういうこと考えると、やっぱり PS4 っていうのは、今後出てくる可能性っていうのは十分あるのかなと。はい。そしてスイッチ版だと2つのジョイコンを使ったお裾分けによるバトルもあるということなので、なんかここら辺はね、よくわからない機能なんですけど、はい、そういう機能もスイッチ版にはついてるみたいですね。だからお裾分けによるバトルっていうのは何なんだろう。お裾分け、何をお裾分けするんだろうそこはね、ちょっと楽しみにして、はい、続報待ちたいなと思います。さあ、そして、気になるお値段の方はですね、税込みで1900円みたいですね。まあここら辺は妥当というか、高くもなく安くもなくという感じかな。はい。まあ大体ね、リメイクゲームってこれぐらいの値段だったり、まあ4000円だったり2000円だったり、すると思うんで、はい、本当に妥当かなと思いました。で、配信時期はやはり2019年としか書いていないので、多分っていうか、まあ年内に配信されることを予定してるんでしょうね。まあ時期は、未定なんですけど、まあ2019年以内ということで、はい。そして開発状況がね、 70% と書いてあったので、多分、僕ね、8月中に出ても全然おかしくないなと思っていたんですけど、この感じだとおそらく10月か11月頃なのかなと、はい、個人的には思って出ますね。まあ、もし遅れたら12月っていう感じになるのかな。はい、そんな感じで今回明らかになった、新規の機能等々のね、情報について、僕なりに語ってみました。はい、皆さん最後までご清聴ありがとうございました。はい、ということで、やっぱりね、全国の、プレイヤーの皆さんのモンスターと戦えるということで、僕自身もね、それめちゃめちゃ楽しみにして、発売のね、時期を待ちたいなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。アポロンでした。